天皇皇后両陛下がイギリスへのご訪問から無事にご帰国。2024年6月29日、天皇皇后両陛下はイギリスへのご訪問を終え、政府専用機にて羽田空港に無事ご到着されました。即位後初めての訪問先としてエリザベス女王から招待を受けたのは4年前のことでした。コロナ禍を乗り越えて国賓としてのイギリスへのご訪問がようやく実現したのです。両陛下のご帰国に対する国民の反応を見てみましょう。お帰りなさいませ。充実したご訪問だったようですね。皇后さまの笑顔を拝見することができて心から嬉しく思いました。お疲れもある中で一人一人に丁寧にご挨拶をされる両陛下。言葉は聞こえなくても心を込めてお話しされるご様子に心が温まります。まずはゆっくりお休みください。天皇陛下、皇后陛下、イギリスへのご訪問大変お疲れ様でした。ご無事のお帰りで皆安堵しています。イギリスではとても精力的にご視察や式典、晩餐会などにご出席されていましたので、しばらくは日本でゆっくりなさってください。愛子さまがきっとお土産話を楽しみになさっていますね。皇后陛下の凛々しいお姿を拝見することができて、やはり皇后さまの外交している姿をもっと拝見したいと思いました。昔に戻ったような凛とされたお姿、本当に素敵でした。雅子皇后陛下大好きです。6月22日に東京をご出発され、およそ1週間にわたるイギリス訪問では両陛下のたくさんの笑顔を拝見することができました。チャールズ国王をはじめ、ウィリアム皇太子やスナック首相、そして多くのイギリス国民から温かい歓迎を受けた両陛下は、終始穏やかな表情をされていらっしゃいました。特に印象的だったのは、両陛下に対してお帰りなさいという歓迎の言葉から始まったチャールズ国王の晩餐会でのスピーチでした。ここからは両陛下への最大限の親愛と日本への敬意が詰まったチャールズ国王のスピーチ全文をご紹介いたします。チャールズ国王の晩餐会でのスピーチ。天皇皇后両陛下、両陛下をバッキンガム宮殿にお迎えできることを私と妻は大変嬉しく思っております。英国にお帰りなさい。両陛下、私たちの間には深い絆で結ばれたパートナーシップがあります。400年以上にわたり私たちは互いに刺激を与え合い、互いの経験から学び、いろいろな要素を取り入れたり共有したりしながら、産業や科学や文化を豊かにしてきました。私たちの趣味ですら共通のルーツがあります。19世紀後半、ウォルター・ウェストンをはじめとする英国人の登山家たちが日本で目にした風景に魅了され、日本においてレクリエーション登山を広めるきっかけを作りました。山を愛する気持ちは今や多くの日本と英国の国民の皆さんが共有しており、とりわけ個人レベルで言えば陛下と私自身に当てはまりますね。日英両国のパートナーシップの基礎にあるのは深い友情です。それは歴史の教訓、とりわけ暗い時代の教訓から生まれた国際ルールと制度の重要性に対する共通理解に基づくものです。今日私たちはこれらの原則がかつてないほど問われる世界に直面しています。私たちが共有している自由、民主主義、法の支配という普遍的価値観が今ほど重要になったことはありません。日英両国のパートナーシップはまた絶えず成長し、花開き、新たな芽や枝を伸ばし続けていくものでもあります。私たちは独特な絆を共有しています。どちらも島国である両国は、協力と科学技術革新の力によって社会のための新たな解決策の創造や適用する能力を進歩の糧としてきました。実際、日英両国の国民は伝統と革新がどのように結び合いながら強化され、我々の目指す未来について理解を共有していると思います。このことで思い出すのは、1970年に初めて日本を訪れ、大阪で日本初の万国博覧会を見学した時のことです。
当時21歳だった私は、そこで目にした科学技術の数々から、東西文明それぞれの伝統を融合し、すべての人々のために科学技術を進歩させていくことの力について強い印象を受けました。その後4度、私は日本を訪問し、長年日本の国民の皆さんや企業の皆さんと関わり、両国の経済やビジネスの間に築かれた見事なつながりが、このような同じ理念の上に築かれてきたのだと確信するに至りました。過去50年間、日本より英国経済へ多大な投資をしていただきました。そして我が英国が日本企業の力強い成長の場となってきたことを誇りに思います。同時にまた多くの英国企業が日本に進出するようになりました。日英両国の優秀な科学者たちもまた共同で研究や技術開発に取り組み、喫緊の地球規模の諸問題に対処しています。私たちが直面している気候変動や自然環境の危機の深刻さと緊急性は、いくら強調してもしすぎることはありません。今日の私たちの世代は、力強さと決意と想像力を持ってこれらの大きな課題に立ち向かうことを将来世代への責務として負っています。両国の文化には伝統的に自然を深く尊ぶ心があり、民間部門においても重要な役割を担っています。日英両国の企業が現実的かつ資金調達可能なイニシアチブの創出を牽引し、また地球環境の理解と保護に取り組んでいる両国の研究者たちが、名誉あるブループラネット賞や日本国際賞を数多く受賞していることは大変喜ばしいことです。さらに日英両国は共通の安全保障のためにかつてないほど緊密に協力しています。世界の平和と安全保障における永続的なコミットメントを表明した2つの大国として、両国はハイレベルな軍事演習を行い、専門的知識を共有しています。エネルギー、自然環境からサプライチェーン、人道支援に至るまで、そしてサイバーセキュリティや持続可能な食料供給から防衛と産業界の共同に至るまで、日英両国政府は安定した世界を将来世代に残していくために協力しています。このような共通の努力のすべてを支えているのは、地理的な隔たりを乗り越えた日英両国民間の永続的な絆です。それは単にお茶を楽しんだり天気の話をしたりすることだけを意味しているわけではありません。天皇皇后両陛下、私は40年近く前、日本の国会で演説をさせていただきました。その際、文化的な交流を増やし、それによって私たちの想像力を豊かにしていきたいとの強い願いを表明しました。現在両国間で驚くほど多種多様な文化交流や共同事業がますます盛んに行われている様子を目にし、どれほど励まされる思いであるか言葉に表せません。ちょうど本日、日本の神奈川県民ホールでは、サー・アントニー・パッパーノの率いるロイヤルオペラハウスのメンバー130人が公演を行いました。一方、スタジオジブリのアニメは世界中の観客を魅了し続け、今年初めには宮崎駿監督の素晴らしい作品である君たちはどう生きるかがアカデミー賞を受賞しました。今晩、ロンドンの劇場ロンドンコロシアムでは、舞台千と千尋の神隠しが満席の観客を前に上演されます。これと同じく、日本文化のシンボル的な存在の背景に英国の物語があると知るのも嬉しいことです。おそらくここで今年50歳になるある方について取り上げるのもお許しいただけるかと思います。彼女はロンドンの郊外で双子の妹と一緒に育ち、自らの力で起業家となり、何十億ドルもの富を築いた上、ユニセフの子供大使にもなりました。この方、ハローキティのお誕生日をぜひお祝いしたいと思います。現在、未だかつてないほど大勢の若者が両国にある世界一流の教育機関において学び、働き、生活しています。天皇皇后両陛下をはじめとして皇族の多くの方々が英国の大学を留学先に選ばれてきたことを大変光栄に感じております。天皇陛下はオックスフォード大学に留学した時のご経験を
素晴らしい著書録に書き残されており、また私自身もオペラ鑑賞やフライフィッシングをご一緒しましたのでよく覚えておりますが、このように海外で過ごすという機会は生涯にわたる友情と思い出を育みます。ところでフィッシングについて言うと、残念ながら最近はあまり成果が上がっていないとご報告しなければなりません。あのポケモンの名セリフ全部ゲットだぜは私の孫たちにはぴったり来るかもしれませんが、私自身にはちょっと高望みかもしれませんね。両陛下、1613年に徳川家康公は我が国の祖であるジェームズ一世にこう書き送りました。雲と海により何千里も隔てられてはいても、我々の領土はまるで互いに近接しているかのようですと。あれから400年以上経った今でもこの思いは私たちの友情の中心にあり続けています。このように敬愛と希望を持って、私は天皇皇后陛下と日本の国民の皆さんに、そしてこれからの日英関係の新たな400年のために乾杯を捧げます。乾杯。以上がチャールズ国王のスピーチになります。スピーチをお聞きになられている両陛下の表情が本当に嬉しそうで、和やかに微笑まれていらっしゃったことが印象的でした。このスピーチには日英両国の長い歴史と深い絆、そして未来への希望が詰まっています。チャールズ国王のスピーチの後には天皇陛下からも素晴らしいスピーチがありました。天皇陛下のスピーチ。チャールズ国王陛下、カミラ王妃陛下、本日私どもをバッキンガム宮殿での晩餐会にお招きいただき、また心温まる歓迎のお言葉を賜り、誠にありがとうございます。私どもは今回の訪問に際し、国王陛下、王妃陛下をはじめ英国の皆様から温かいおもてなしをいただいておりますことに深く感謝申し上げます。私はオックスフォード大学に留学していた1983年から84年にかけて2年間英国で過ごしました。その間、英国の豊かな歴史と文化、美しい自然に触れ、多くの方々と交流する機会を得ました。この経験は私にとってかけがえのないものとなっています。日英両国は400年以上前に始まった交流以来、互いの文化を尊重し合いながら幅広い分野で協力関係を築いてきました。とりわけ科学技術の分野では、両国の研究者たちが協力して人類が直面する様々な課題の解決に取り組んでいます。また両国は法の支配、民主主義、人権の尊重といった基本的価値を共有しており、国際社会の平和と繁栄のために共に努力を重ねています。今回の訪問を通じて、長年にわたり培われてきた日英両国の友好関係が今後さらに深まっていくことを願っています。結びに、国王陛下、王妃陛下のご健康と英国国民の皆様のご多幸、そして日英両国のさらなる友好関係の発展を祈念いたしまして、杯を捧げたいと思います。天皇陛下のスピーチはご自身の留学経験から始まり、日英両国の長い交流の歴史、共通の価値観、そして未来への期待を簡潔にまとめられています。特に印象的なのは、科学技術分野での協力や国際社会における共同の取り組みについて言及されている点です。両陛下のイギリス訪問は単なる儀礼的な訪問以上の意味を持っていました。それは長い歴史を持つ日英関係を再確認し、さらに進化させる機会となったのです。この訪問中、両陛下は様々な行事に参加されました。これらの行事を通じて、両陛下は日英関係の多様な側面に触れられ、両国の絆をさらに深める役割を果たされました。今回の訪問はコロナ禍により延期されていたものだけに、両国にとって特別な意味を持っていました。パンデミックを経て国際協力の重要性が再認識される中、両国の協力関係を再確認し強化する絶好の機会となったのです。またこの訪問はグローバルな課題に対する両国の取り組みを示す機会にもなりました。気候変動対策や
持続可能な開発目標 SDGs の達成に向けた協力など、両国が共に取り組むべき課題について意見交換が行われたことは大変意義深いものでした。さらに両陛下の温かな人柄と誠実な姿勢はイギリス国民の心をつかみました。特に皇后陛下の優雅な立ち振る舞いと天皇陛下の謙虚でありながら知的な印象は多くの人々に感銘を与えました。この訪問を通じて日本の伝統と現代性が見事に調和した姿を世界に示すことができたと言えるでしょう。それは日本のソフトパワーを高める上でも大きな意味を持っています。帰国後、両陛下はお疲れの様子も見せられず、空港で出迎えた人々に笑顔で応えられました。この1週間の訪問は両陛下にとっても、日英両国にとっても、そして国際社会全体にとっても大変意義深いものとなりました。今後この訪問を契機に日英関係がさらに発展していくことが期待されます。文化交流、経済協力、学術交流など様々な分野での協力が一層進むことでしょう。また国際社会が直面する課題に対しても両国が協力して取り組んでいくことが期待されます。皆さんはこの訪問のどの部分が最も印象に残りましたか？チャールズ国王のスピーチ、天皇陛下のスピーチ、あるいは両陛下の様々な活動の中で特に心に残ったものはありましたか？ぜひ高評価やコメントで皆さんの感想をお聞かせください。また今回の動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をしていただければ、今後も日本の皇室に関する情報や国際関係に関する興味深い話題をお届けしていきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。